やりましたザーリキ、完璧な勝利。ブルシカナキアとチャンピオンの座を射止め、まさに無敵。無敗のザーリキ、また一つ連勝記録を塗り替えました。食わしてやるぜ。やるじゃねえかおじさんよ。大丈夫か？ボディは何ともないかい？ガリ！何ともないよ。驚いたな。君があんな技を身につけていたなんて。私もびっくりしてるの。ただ無我夢中で体が勝手に動き出して、なんだか体中に熱いものが溢れてくるようで。でも惜しかった。あと一息で叩き潰してやったのに。しかし、君に命を助けられるとは。王将の10万チップだじゅ。相棒の脳みそ中毒の方だったら首代は10倍だじゅんが、化け物相手じゃな。今日はボディパーツ買っていかないじゅか。いずれ知れるとは思っていたが、僕はハンターウォーリア、賞金稼ぎなんだ。大昔はポリスというものがあって犯罪を取り締まったそうだけど、今はファクトリーが犯罪者に賞金をかけて、僕みたいなハンターウォーリアが追うわけさ。どうしたんだいガリー。私もハンターウォーリアになる。何をバカなことを。僕はそんなことをさせるために君に体をつけたんじゃない。君は美しくなればいいんだ。君に不自由はさせない。お金のためじゃないの、自分自身のためよ。自分自身の。そう、さっき戦っ
生きてるって実感したの。君は何も分かっちゃいない。戦いは醜いもんだ。君を血で怪我したくはないんだ。私は井戸の着せ替え人形なんかじゃないわ。本当に行けるの？ザレムに。行けるとも。間違いないのね。くどい。それよりお前は俺に言われた通りコロシアムの選手の改造に精を出しな。強いやつを作って儲けさせてくれりゃそれだけザレムも近くなるってもんだた、助けてくれ先生よ。ボディが燃えるように熱いんだ。あんたはもうコロシアムのスターじゃないのよ。悪いけどジャンキーの賞金首を見るわけにはいかないわ。クソ井戸の野郎、いつの間にあんな強い小娘を。井戸？ガリー、君の言う通りだ。君は僕の着せ替え人形じゃない。人生は君のものさ。でもなぜハンターに。記憶の底に戦いの血が流れてるとでも言うのか。脳の表面にレーザーで登録番号を焼き付けるんで動くなじゃ。何？指紋、声紋、網膜パターンなどはサイボーグ相手に識別の役に立たないんでこうするじゃ。これはたった一蹴りでこの破壊力。それほどのパワーを持ったボディを装備できるなんて井戸でなければできない技術だわ。グリシカ、あなたを改造してあげる。そのガリーというサイボーグに勝る精巧で強靭なボディに私の技術のありったけを尽くして。刻印終了。簡単なのね。あとは奇跡次第じゃ。ねえ、ザレムってどんなところ？そういう質問にはノーコメントだじゃ。私、ハンターウォリアーに登録しちゃった。どこへ行くの？ハンターたちのたまり場さ。君を紹介しとかなきゃ。嫌な音。ザレムと地上のファクトリーをつなぐチューブがきしむ音さ。月の引力の影響を受けてザレムの高度が変わるせいだ。
グリシカ、落とし前をつけさせてもらうぜ、ベイビー。ありゃグリシカだ。どっかに通したのか。ガッハッハッベイビー、俺様と一騎打ちと行くか。ガリー、みんな手を貸してくれ。とんでもねえ、よりパワーアップされてるじゃねえか。あんなのとやったら命がいくつあっても足りやしくねえよ。ガッハッハッハッ、おじけづいたかベイビー。受けて立つ。ガリ、そう来なくちゃ。いや、キレン、君がこいつを改造したのか。まさか。相手は賞金首よ。それよりどちらが強いかしらね、あなたのサイボーグと。イド、あなたの絶望した顔が見たい。あなたにふさわしいクズ鉄の舞台の上で。さあ、肩をつけてやるぜ。私にはあなたに勝るものなど何一つないのよ。私はザレムにもあなたにも捨てられたスクラップってわけね。でも私はザレムに行くわ。行ってあなたを見返してやる。そしてイド、イド、あなたをきっと振り向かせてみせる。ガリー、君はどんどん強くなっていく。それはいい、それはいいが。井戸の心配してることわかるよ。でも信じて、これから私がどんなに変わっていくように見えても、私はガリーよ。井戸の知っているガリーだから。信じるさ、君は君だ。